皆さんこんにちは、ケリーチャンネルのすずねです。はい、今日はですね、ちょっと、もう私の周りの方とか、友達から、前髪について、前髪をね切ってみたんだけど、うまくいかなかったみたいな声だったりとか、すずちゃんはどう切ってるのっていうのをいただきましたので、私もね、今ちょっと見ていただきたいんですけど、こんな感じでね、だいぶ前髪がねちょっともう荒れ放題になってきておりましてですね、外出自粛になる前にギリギリ行ったんですけど、やっぱりちょっと前髪の方が伸びてきまして、まあ、全体的にね髪の量とかも増えてきたんだけど、やっぱりさ仕事とかいろいろしてるとやっぱり前髪が一番気になってくるんですよね。で、自分で切ってこう失敗しちゃったみたいな、ガタガタになっちゃったとか、そういうちょっとお話をよく耳にするので、私もね普段自分でこう切ったりとか前髪切ったりとかはしてるんですけど、あんまりね失敗したっていう記憶がないというか、あんまり気にしてないだけなのかもしれないんですけど、まあなんかちょっと今日は一緒に髪を前髪をちょっと整えていければなと思っています。っていうか普通にもう私の切り方なんか、切ってるよみたいな、参考になればいいなぐらいな感じなんですけど、ちょっと今日は前髪を切っていきたいと思います。もうね私もこうほら目にだいぶかかってきて、本当に仕事中とか邪魔でもうピンとかでペッて止めたり、止めたりしてるんですけど、ちょっとそろそろ切ろうかなと思ったので、ちょっと動画にしてみました。じゃあ早速ちょっと切っていこうと思うんですけれど、まずこう切る上でね、皆さん多分もうここ切るっつってこうやって持って、もう全部こうやって持って切ったりとかすると思うんですけど、それはとても危険です。なんでかっていうと、ここのさ横の髪こう散らばした時にここのど真ん中の長さと同じ長さで切ってしまうと、広げた時にねどんどん短くなっていくの、ここが。だからなんかここはちょうどいい長さなのに、だんだんこう短くなっていくっていう現象がね起こるんですよ。なのでちょっと早まらずにもうねほんと邪魔って思ってパッて切っちゃうと思うんですけど、ちょっとそこ早まらずに一旦ね落ち着いてまずは自分の切りたい部分っていうのをしっかりと確認して切る準備をしてくださいということで、まず私が今日用意したのはこうちょっとこう前髪とかね、こういうのがなければ、こういうメイク化粧とかをするときにねピン留めたりするものだったりとか、何でもいいんですけど、ちょっとこう避けとけれる前髪を留めれるようなものをちょっと2本準備していただけるといいかなと思います。あとはちょっと今日はいつもはね洗面所とかでやっちゃうんですけど、ちょっと前髪こう濡らせれるもの、水です。この中は水になってるんですけど、お水を用意します。あとはこちらハサミ、私は一応その美容師の資格も持っているので、一応それ専用のハサミもあるんですけど、今日はちょっとお家にある普通のハサミでやっていきたいと思います。あとは家庭にある櫛で全然いいんですけど、なんかこういう細いもの、こういう細いものとか、あとはこういうちょっとあんまりそのここまで粗いとあんまり、だからこれくらい細かいものとかがあるとやりやすいかなって思います。はい、でもこれで溶けたら何でも OK なんですけど、あるとやりやすい。まずはこうちょっと横の髪
しっかりと、ま、結んじゃうか、ま、ちょっと避けといてもらって、まずはね、この自分のこの中心を知ることですね。私普段こう、ま、流すっていうよりはこうやって下に下ろすタイプの前髪にしているので、こう中心をね、まずちょっとしっかりと決めていきたいと思います。感じでね、この中心のところにこう、この来るようにちょっと髪の毛をこう分けてですね、でそこからちょっと前髪、多分普段こう美容師さんがね綺麗に切ってくれてると思うので、なんとなくね自分のこれが前髪かなみたいならへんをちょっとこうやって下ろしていきます。はい、でそしたらさ、多分まあ大体その美容師さんが綺麗に切ってくれてると思うので、こうラインができてると思うんですけど、まあ、たまにねこういうちょっと長めのやつとかあるんですけど、そういうやつはねあんまりちょっと切らない方がよくって、その辺はちょっと慎重に見てもらって、これが横の髪なのか前の髪なのかをちょっとしっかりと分けてもらって、まあそうすると大体こう綺麗に、まあ、大体前髪かなみたいなのが出てくると思います。そしたらですね、先ほどのこの前髪を留めるやつで、横のね絶対切りたくないっていう毛をしっかりと固定していきます。この辺もちょっと長いから横の毛かな、ちょっと留めていきたいと思います。はい、そしたらまあ基本的に多分みんなあれかな、洗面所とかさ、そういう流しがあるところでやると思うんだけど、今日はちょっとお部屋でやるので、ゴミ箱用意しました。はい、でこの自分の真下にゴミ箱をセッティングして、あとは服とかもね汚れなたくない人はこういう風にちょっとタオルとかでしっかりとカバーをして、ズボンのところにもちょっとしっかりと汚れてもいいタオルをつけていきます。ここでちょっとすごい面白いことになってる、前髪を濡らしていきます。やっとしたら、まあ、一旦ちょっとこうやって集めてきて、こんな感じで軽く濡らします。そしたらですね、ちょっとさっき新しい位置に戻ります。はい、そしたら、はい、ここでさっきみたいにこうバッと持ってジャキって切っちゃうと、こうパーってこっち側が短い状態になりやすいので、3分割にしてカットしていきたいと思います。でまずこの横濃いところはちょっと奥に残してですね、本当に中央の部分ど真ん中ぐらい、なんか本当に少量取ります。そしたらこうピンと伸ばしてあげます。そうしましたらここでやっとカットをしていきます。で、カットしたいって思った長さ、例えば私だったらちょっとこの目の上あたりかな、でもちょっと自分が思っているより長めに切ってください。で眉下ぐらいがいいので、このあたりでこの時に動かさない。こうやってね、高さをね変えちゃうとね、それだけで、ね、長さ変わっちゃうんですよ。なので、こ
このも本当にくっつけて、もうここで指で押さえて絶対にもう動かしませんっていう、長さを変えませんっていう風にしてから、こうやって自分が切りたい部分に合わせてこうやって切っていきます。でそうするとこう綺麗に真横に一旦切れます。そうしましたら、こうねやった時に横の毛と長さが違うの分かります？こうやって揃えた時に、でここのラインを切りたいです。次そうしましたら、この下ろしたままこうやって持ちます。下ろしたままこう離すと、上げちゃうと短くなっちゃうので、この下ろしたままでもう絶対動かしません。こっから指を、でこの真ん中にあるこの短い子に合わせてガイドラインって言うんですけど、ガイドラインに合わせてカットしていきます。そうすることで横の毛と一緒の長さになります。そうしましたら、次こちらの毛も同様で、さっき言ったようにこう真ん中に持ってきちゃ、集めて切っちゃうとここ短くなっちゃうので、ここはこう流したい方向にところのまっすぐのところに合わせます。そこでここですね、切っていきます。そうすることで長さも徐々に広がるにつれてちょうどいい長さになっていきます。ございます。でも多分最終的に若干真ん中に長いなとか思ったら、全部持ってこずに本当に長いなって思った部分だけをこうちょっと持ってもらって、気持ちもう一回整える。で一気に切らない、もうちょっとずつちょっとずつ確かめながら切っていくのがポイントですね。まあ、ちょっとめんどくさいのでこう全部バって持ってきてカットしたくなっちゃうんですけど、それをしてしまうと絶対にこうガタガタなものになっちゃったりとかするので、気をつけてもらった方がいいかなと思います。ことでこんな感じで、したらできたら下ろしてみてください。でちょっと整えてあげると、こんな感じでまっすぐと綺麗な前髪が切ることができます。はい、ちょっとこれが参考になる、なったかわかんないんですけど、参考になったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今日の動画はここまでです。では次回お楽しみに。バイバーイ。